なかったツケが来てますよね。で結局まあサムソンなんていうのは本当の意味で技術ですけど、そう結局日本の技術を全部盗んで、まあ、のし上がった会社ですよね。でしかもあの携帯電話でね、あのギャラクシーが行きましたけど、あの中に使われてるあの精密機械とかいうのはほとんど日本製らしいですね。で日本製のもういっぱいやってきて、まあ、だからサムソンはそれを組み立ててるだけみたいなのがあって、だから本当に言うと日本が例えばもうあんまり韓国偉そうにするのはもう経済的にちょっとストップするぞって言ったらもういっぺんに終わるらしいですけどね。なんか最初あれですね、サムスンが売り出す時に、なんかサムスンのロゴマークが日本のなんか富士だったりとかですね、外国の人が見るとこれ日本の製品って思われるようなこう戦略で最初あの海外に進出していたって話聞いたこと、ね、いや韓国人はね海外行ったら必ず日本人の真似するんですよね。そうですか。いや本当そうですよ。私あのジャパンエキスポってそのフランス